でもついてる時の力道山さんって怖かったんでしょ、クソったれという憎しみですよ、やっぱり厳しかった、うん、まあ、そういうのはあんまりなかったけど、やっぱりその感謝のっていうか、そういう褒め言葉っていうのは出てこなかったですね、昔はね。やっぱり、やっぱ若い時そうですよね、うん、やられて、うん、いっぱいやられました、そう、棒で鉄棒で頭殴られたり、日常の混んだこのプレッシャーというか、例えばあの玄関朝出るともう人気があったから、お客さんがいっぱい朝見に来るわけです、はい、そうすると、その編み靴があってね、長い、はい、靴をこう剥がし上げようと思って、はい、そうすると、よろけて、自分がよろけて、はい、履きそうになるわけです、はい、そうすると、靴べらでピーッそうすると、うん、それはあの殴られたことはいいんだけど、はい、その旗に 見られてるわけでしょ、あ、人前で、うん、それ恥ずかしい、そういうね、時にやっぱりこうプラプラって涙をこぼしたことあるん、こんだけの大きい体ですからね、靴べらで殴られたぐらいでは痛くはないでしょうけどね、やっぱその、みんなの前でっていう、うん、へえ、でもそれからすごい